ンポン。認証コード君の脇腹ずっキュンキュン。 OK、 これから追跡を開始する。今日こそあやつの秘密を暴いてみせる。ふむ、同行か。特段変わった様子は。やつめ、同行中に食っているだと。朝からこれほどのカロリーを摂取しているとは。やはり化け物か。ふむ、食べ終わったようだな。このまま普通に同行する気か。追カロリーだと。やつの胃袋は底なしか。ふむ、食べ終わった。到着したが、それまでにどれほどの食物がやつの犠牲になったことか。くっ、許せん。授業中のやつは、ふむ、早弁か。そこはまあ、想定通りだ。なに？なぜ早弁中にあんな腹の音が鳴るんだ。やはり単なる化け物か。おい、誰だ今お腹鳴らしたやつは。さっきあかねちゃんがお腹空いたって言ってました。おい、お、ゆかりや、今日もこっちみじならうちは一緒にランチしてやってもええで。うるせえ、らしくても食ってる。わい、どこだ、やつはどこに行った。やつの本領が発揮される昼休み、この生態をカメラに収めなければ。しかしすでに教室にはいなかったのは確認済み。どこかに移動したのか。クソ、この広い校舎でやつを見つけ出すなんて、そんなこと不可能。よいしょっと。ああ、疲れた。午前中3食分しか食べられなかったからお腹空いちゃった。午後を残り2食で乗り切るためにお昼はしっかり食べとかんとな。何言ってるんだこいつ。そういや、今日の部活は何するんかな。しまった、今日はやつを尾行するから部活は休みにする予定だったの忘れてた。まあ、いつも通り先生がなんか準備しとるや。今日は部活休みですね。何しとるんやこのボケ。めんごめんご。よし、例日の日中に関するデータはほぼ取れた。あとはやつの夜の修正を取るだけだ。どれどれ、やつの部屋はと。ただいま。まずい、帰ってきた。隠れるんだ。ああ、疲れた。うん、ね、何してんのお前。おほほほ、冷やかしたことではないです、ないです。おほほほ。部屋に忍び込んで盗撮をしようとしてたと。わ、私だけじゃないですよ。葵ちゃんも。どこにおるんや。え、葵ちゃん。葵、ゆかり。